ピアノの依田音羽さんに来ていただきました。音羽さん、こんにちは。こんにちは。はい、お願いします。これからね、演奏に向かわれるんですけれども、はい、今どんなお気持ちですか？今は結構リラックスしてていいです。あ、いいね。じゃあそのまま楽しくやっていただけると嬉しいな。はい。演奏していただくのはショパンの、ワルツでしたよね。はい。F ドゥアのもの、どういう曲なんでしょう？教えてください。結構明るくて、うん、やっぱり名前から子猫が踊ってるような感じです。子猫が踊ってるような、なんか可愛らしい曲なんですね。はい。何かこう気をつけて、ここは気をつけようとか、そういうところってありますか？あ、今までたくさん直されたり練習したりしたんですけど、やっぱり自分が楽しめるように弾きたいです。それは素敵だね。きっと音羽さんが楽しんで演奏したら、聴いてる人もきっと楽しくなると思います。そういう演奏になるといいね。はい。じゃあ最後に、まあ、下田に今回来てくださったんですけれども、はい、下田の町の印象、どんな町っていう感じがしますか？あ、下田は結構海が似合ってて、うん、町も栄えてるように栄えてた海がね、綺麗ですよね。うん。ぜひじゃあ島の町の滞在もね、楽しんでください。はい、はいはい。じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございました。